の休日のスケジュール？スケジュールっていうのは予定のことだよね。うんうん、大丈夫、わかってるずら。お休みの日はまず起きたらお寺の境内をお掃除ずら。冬の時なんかはまだ外が薄暗くて板の間は足が凍りそうなくらい冷たいけど、お掃除すると体がシャキッとして今日も一日頑張ろうっていう気持ちになるんだ。だからそうだね、お休みでも朝寝ってあんまりしたことないかも。すごいのかな。もう丸にはよくわからないずら。そういえばアクアのみんなに話した時もすごいって言われたっけ。お掃除が済んだら朝ごはん。体を動かした後のご飯は格別ずら。もうご飯のためにお掃除をしているような。あ、なんでもないずら。食べ終わったらあとは読書をしたり近所をお散歩したり遠くに遊びに行ったりはあんまりしないかな。あちこちお出かけするのも楽しいけど、お休みだからこそまるはのんびりするのをおすすめしたいずら。まるがスクールアイドルとして挑戦したいこと。悩むずら。歌ったり踊ったりする以外のことをするとか。でもスクールアイドルは歌うものだもんね。そうだ、まる読書の楽しさをもっと広めたいって思ってるんだ。文学を定文学の魅力を歌詞やダンスに組み込めば、ただ言葉や文字で紹介するより伝わりやすいと思うんだ。図書委員会の活動で自分のおすすめの本を紹介したりするんだけど、なかなか広まってくれないみたいで。絵や映像と比べると本って読み切るまでどうしても時間がかかっちゃうから手を伸ばしづらいのかもしれないけど、まずは手に取るだけでもしてみてほしいんだ。文学の歴史は人の歴史。読めば読んだだけ教養を深めることができるはず。それは読んだ人のその先の人生きっと豊かにしてくれると思うから。これってスクールアイドルにも通じる部分があるんじゃないかな。歌に乗せた思いが聞いてくれた人の心に染み渡っていくように。どうかな。あなたが賛成してくれたらみんなにも提案に行こうと思うずら。だいたい履き終わったかな。さすがに朝からずっとやってたから疲れたずら。花丸ちゃん、向こうの落ち葉も全部履き終わったよ。葉っぱゴミ袋に詰めておいた。ルビーちゃん、ありがとう。手伝わせちゃってごめんね。気にしないで。花丸ちゃんのお手伝いができるのも、花丸ちゃんのお家が綺麗になるのもルビー嬉しいもん。ルビーちゃん、はあ、こんなに素敵な友達に恵まれて、まる幸せすぎてバチが当たりそうずら。花丸ちゃんどうしたの？泣いてるの？ところで花丸ちゃん、一回
箇所だけ落ち葉を集めてそのままになってるところがあるんだけど、あれは捨てないの？うん、あの落ち葉はこれを焼くのに使うずら。わあ、さつまいもだ。すごい、おっきいね。焼き芋にするんだね。そう、いっぱい体を動かした後はおいしいおいしいご褒美ずら。ルビーちゃん、一緒に食べよ。あ、ルビー、お芋大好き。早速作るよ。まずは落ち葉に火をつけて、そろそろ焼けたかな。お腹すいた。よいしょ。図書館に来てたんだね。今日は天気がいいから久しぶりに図書館で読書しようと思ったずら。最近はずっと家で読んでたから。他の分野もいろいろ読むよ。小説も推理小説とか冒険小説とか、日本文学が多いかな。小説の他にも評論や図鑑、あとは本棚を眺めて気になった題名の本を取ってみたり、知らない本を手に取るときはその中にどんな世界が詰まっているのかすごくワクワクするんだ。音楽は、そういえばあんまり読んだことないずら。電気なら何冊か読んだことがあるけど、スクールアイドルならそういう方面の知識ももっと増やした方がいいのかな。民族音楽の本？初めて見たずら。これひょっとしてあなたが読んでたの？そんなに面白いの？読んでみたいずら。いいの？ありがとう。どんな世界を見られるのかとっても楽しみずら。も住んでて景色も綺麗だったよ。それにかなたさんがお弁当作ってきてくれてね、すっごく美味しかったんだ。全然そんなことなかったよ。道はずっと舗装されてたし、少し坂がきついところもあったけど、山登り初心者の丸でも十分歩けたずら。途中で野良猫が出たり、コースを外れて山を走り回ったり、遭難しかけたり、川で鳥を追いかけて大冒険したりしたけど、どれもこれもいい思い出ずら。
それからね、よしこちゃんがすっごく綺麗なお花畑を見つけてくれたんだ。うん、見渡す限りお花の絨毯。そこだけ開けた場所になっててね、遠くの山も見えて、まさに絶景だったずら。青緑色の山と色とりどりのお花がどこまでも続く景色、あんなの絵本の中でしか見たことなかったずら。よしこちゃんが山は異界だって言ってたけど、あの光景は確かに神秘的で儚げで、この世のものとは思えない美しさだったずら。そしてそんな場所で食べるかなたさんのお弁当は本当に本当に美味しくて、涙が出そうになったずら。そうだね、残念だったずら。でも海さんがこれからも定期的に山登りしないかって提案してたよ。まだ保留中だけど。おお、まるも今度はあなたと一緒に綺麗な景色を見たいずら。本当？あ、でも詳しい場所がわからないずら。偶然見つけたところだから。うん、ハイキングコースからも離れてるせいか、コースマップに載ってなかったみたい。別の？フラワーイベントにようこそずら。会場内にはたくさんのお花が展示してあるよ。どのお花もとっても綺麗ずら。楽しんでいってね。え、花の妖精？違うずら、マルは人間だよ。どうしてそんな勘違いを。え、この衣装を見てそう思ったの？このイベントに合わせて衣装も植物をモチーフにしてあるんだけど、まさか妖精さんと思われるなんて予想外ずら。あ、でもさっき会場を案内した子供たちがマルを見て、本当にいるんだとか、初めて見たとか言ってたずら。何のことかと思ったけど、あなたと同じことを子供たちも思ってたのかな。うん、嬉しいような恥ずかしいような。人間ですって書いた紙、胸元に貼っておこうかな。口どけ、果物はみずみずしくて、噛めば噛むほど甘酸っぱい果汁が口いっぱいにあふれる。さすが花丸、見事な表現力です。
見ているだけなのに口の中で味が再現されて、私は…海さん、ごめんね。海さんの方が1位になれたかもしれないのに、ビリッケツだったマルが食べることになっちゃって。花丸、いいえ、私の方こそすみません。家庭はどうあれ、あなたが1位を獲得したことは紛れもない事実です。あなたには食べる資格がある。だからどうか私のことは気にしないでください。私は今回は食べられませんが、その分目で楽しませてもらいます。海さん、わかったずら。海さんの分まで責任を持って食べきるずら。頭がキーンってする。でも美味しい。やっぱりダメです。どうしても未練が断ち切れない。こういう弱さがあるから私は。えい。おいしい。おいしい。おいしいです。たったスプーン一すくいなのにこんなに幸せな気持ちになるなんて。これが限定10食の超豪華かき氷。よかった。やっぱりおいしいものは独り占めするものじゃないずら。花丸、ありがとうございます。歯医者の私に貴重な一口を分けてくださるなんて。花丸はなんて優しいのでしょう。そんなことないずら。丸はただ海さんとこの美味しさを分かち合いたいと思っただけだよ。海さんの笑顔で美味しいかき氷がますます美味しくなったずら。花丸、私にも自分の笑顔の効果を確認させていただきたいのですが。ごちそうさまずら。食べ終えてしまったのですか。そんな、美味しいものは独り占めするものではないと今言っていたではありませんか。花丸、美味しい食べ物は時に人を狂わせる。それもまた真理ずら。スイーツバイキング、時間内ならいくら食べても大丈夫なんて天国ずら。喜ぶに決まってるよ。ほら見て、たくさんのケーキにプリンにムース、ドーナツ、パフェ、シュークリーム、マカロン、クッキー。これらすべておかわり自由。あ、実はマル、起きてると見せかけて寝てるのかも。これは夢。次はレアチーズケーキ。
次はチョコレートたっぷり、オレンジピールとピスタチオがアクセントのドーナツを。ほん。せずら。ところで聞いてもいい？そのさっきからなんで丸をずっと見てるの？丸は別にいいんだけど、なんでスイーツ食べないで見てるのかなって。そんな普通のことのように、なんだか急に胸がいっぱい。え？あ、うん、あれ、うん、恥ずかしくなくなるからよかったって思うはずなのに、どうしてかな。あなたはもう丸のこと見ないのかって思ったら、急に寂しい気持ちになって嫌だなって思っちゃった。あ、今のはなし、忘れて。うー、丸なんてこと言っちゃったんだろう。顔が熱いよ。マル、そのおかわり持ってくるから。うー、恥ずかしいずら。こういう場所ってとっても厳かな気持ちになるずら。え、お寺はどうなのって？もちろんお寺だって同じ気持ちになるよ。たくさんの人が祈りを捧げる場所ってどこでも同じ。マルの祈り、気持ちが全部あなたに届きますように。